どうしようかな、アニメカズマップ。もう終わりっすよ。これで見る。ああ。ピアン。ミシェル、ピアン。イタリア旅行は裏の日が、サングバシイタリアレストランレガロ小倉トミです。今はドバイです。まあ、2、3ヶ月前から開始したイタリアツアーが始まってまして、関西空国際空港から、まあ、11人ぐらいで向かってるんですが、まあ、最初で最後かもしれない小倉トミのイタリアツアー、とりあえず6時間後ぐらいローマに着くかなっていう感じなんですけども、とりあえず今回のツアーはクラブツーリズムさんの企画で始まってまして、そばに小松さんもいます。ナポリから始まってアマルフィ、そしてガルファル工場行って、まあ、目的にメインなのはバロニリカーゾイ、このリカーゾイ男爵のキャンティークラシックの名門中の名門、まあ、ワインメーカーズランチみたいな感じです。で最後ローマでおしまい、まあ、4泊7個ぐらいのコースなんですが、強行軍です。頑張ります。さっきの飛行機で、飛行機じゃない、電車で参ります。飲み気になるとね、これあるから大丈夫です。僕いつも手荷物なんで、はい、大丈夫です、これだと。あ、これなら入れていくって、はい、入れれば大丈夫です。あ、飛行機の中でも大丈夫です。マジだってワイン持ってかれるんですか。理屈は一緒です。睡眠って大丈夫、大丈夫。だってウイスキー持って出ます。ああ、預けちゃうから。預けちゃうから。僕は一番預けないんで。でもタクシー CC でも行きますよ。あ、この中ですね。いや、あの日程荷物ですね。そうですね、タクシー CC まで乗り切るから200なんで半分の分。半分。いや、小倉さん飲んでるから飲みやすくなってよ。どうしようかな、あのメーカーズマップ。もう終わりですよ。あ、でも羽田空港でハイボール3杯飲んで。あ、そうですか。5月18日の土曜日から始まったんですが、まあ8時頃から関空で生徒さんを待ちつつ、11時ですね、午後の11時45分でエミレーツ航空でドバイへ出発しました。で、ドバイで羽田組の人たちと合流をして、で、ドバイからローマへ向かいます。で、ローマでまあ総勢15名の人たちと、まあ、バスでナポリへ向かいますね。このローマからすぐナポリです。ローマからナポリの道中で、まあ、生徒さん少し話をしたり、まあ、なんと、まあ、今回ほとんどが一人客、11人中9人が一人客だったんです。7人が一人客でした。で、カップルで参加している生徒さんと、あとは親子で参加している生徒さんがいて、親子で参加している生徒さんは息子さんからお母さんへのプレゼントでこのツアーに参加されたっていう、なんともこうちょっと感動しちゃったんですが、で、まあ、そしてお母さんとね、過ごされている生徒さんと、まあ、バスでナポリまで移動します。あのスリ盗難気をつけてください。まあ、あのパスポートは必ず死守していただくっていうところと、あとあの例えばナポリの駅の周辺とか、あの人混みが多いところで、なんか人との距離が近いなっていうところで、いきなりこうチャックをさっと開けられて取られたりすることが本当にイタリアは本当に多いです。はい、あの弊社のツアーでも何名もの方が今まで被害に遭われてますので。僕もフィレンツェで財布すられてます。はい、小倉さんもすられてるし、小松さんもパスポート。ここは誰も
セルフでやっただけです。はい、まあ、あのちょっとツアーがね、あのちゃんとあの無事にこなせなくなっちゃうので、その、まあ、スリだけ皆さん気をつけていただいて楽しんでいただければと思います。まあ、イタリアなんですけども、イタリアは共和国ということで、日本の大体国土の約 80% ぐらいの面積というふうに言われております。で、今日これから、今この、いるローマの、州はですね、ラッツィオ州という州になります。イタリア自体は全部で20個の州からなっている国になります。で、今から行くナポリは、カンパニア州ですね。はい、まあ、ナポリはなその昔のポリス、あのギリシャ時代の話で、まあ、ネアポリスっていうのが略してナポリっていう風に呼ばれたっていうのがあるんですけど、まあ、ジョジョの第5章を見てる人は割とあの馴染み深い話ではあるんですが、でとりあえずナポリに到着して、で着くや否や、僕の知り合い、兄貴に紹介してもらったピッツェリアにみんなでタクシーで移動します。それは最初のレストラン、ピッツェリアガイターのジェルベージです。Frittadina with esatto, with pasta di pallino. Pasta bianca, del pollino. No, cipolle non è caccio. Vuoi del croquette frittadina? Ah, tanto. Ah, centro. Oh, divide. De, ma, 前菜を頼むんですが、前菜はなかなかことごとく揚げ物で、ちょっとこう疲れてる胃に響きながらも。まあピッツァピッツァ、まあ正直言って日本の方が美味しいかったですね。今回に関しては日本の方が僕は好きですね。やっぱり日本のピッツァのこう熱々でドロドロで、こうちょっとこう快楽的なああいう旨味はあるかな。ただファーストフードのピッツァと職人気質で仕上げるピッツァはちょっと違うので、あんまりこうそこでこう比べてもなとは思うんですが、はい。フリカッティーナはもなんかグラタンみたいなものを固めて揚げてる。ちょっと燻製の、そのちょっとベシャメルっぽい感じもあるんですか。ただあのラザニアを容器に入れてオーブンで焼かなかったやつ。しかもみんな踏み替えたかなんか。ありがとうございます。È una finta verità che mi brucia ma guarisce il cuore. È un amore che è stato sola.とりあえずホテルに戻り、で皆さんで2軒目行くみたいな話になって、で全員でジェラートを食べたり、で途中新日課のエノテカに捕まってみんなでお酒を飲んだり、かといってすごい質がいいわけじゃないので翌朝はしっかり二日酔いでした。はい、それが最初1日目の夜です。割とノリですね。良さそうだなと思ったらとりあえず入ってみちゃうのあるんですけど、逆に見切る方が重要で、ダメだなと思ったら一杯ですぐ見切ってお金払って出ちゃう方がよほど勇気ありっていうか、入るのに勇気ってねそんなにいらないんですね。ただダメな店だけど一杯出るのは気まずいしって思って見切れないのが割と日本人なんで、なんか飲んで気持ちよかったらずっといればいいし、本当に好きだったら翌朝も翌日もね飲みに行けばいいと思うし、全然差別違うんで、ただダメだなと思ったらぶっちゃけ一杯ですぐ切り上げて次の店行くっていう風に決めちゃった方が旅行に関してはなんかベターかなっていう感じがしますけど、逆に僕らはオーダーしようかなと思っててオーダー来なかったらぶっちゃけ食べず飲まずですぐ出ちゃった方がいいんじゃないかって気がしますけどね。人がいい新日課のなんかなあのナポリ人でなんかついつい長居しちゃって、ね、正直で11人15人だと味じゃなくてこう店と僕たちのグルーヴ感の方が大事なんで、それはなんか割と良かったんで、なんか楽しかったなっていう感じがしますけど。Piano. Questo è immediato. Dolce.
secondo piano dopo. あ、さっきのピッツリアで飲んだやつよりもだいぶ上等ですね。ここで白い花の香り。で、酸はそんな高くないですけど。はい。どう？レッドの。プロパサイ。プロボレエオ。あ、違う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 。エオマン。ポー、non so。Io l'ho fatto per questo。Io sono pazzo, pazzo. Da molto d'estate, Grenache. Grenache lo sai, francese. Ah, Grenache. Grenache. Ah, sapete, Grenache. Bravo. È l'Umbria, è uno in Italia che ce l'ha. Uno in Italia. Era... Sì, no. Carissimo Vasco. Caro. Allora, come è? Un po' di tabacco. で翌朝8時半に出発してちょっと軽い二日酔いでしたがアマルフィに向かいます。アマルフィは基本はほとんどの人たちはベスビオ周遊鉄道っていう鉄道に乗ってソレントっていう街まで1時間半ぐらいあの電車で向かって、でソレントからはバスでアマルフィの都市に向かうんですが、僕たちはナポリからバスで向かいました。ちょっと渋滞ありましたけど、でソレントを越えて途中休んで記念撮影したり、中リモンチェードを入れたグラニータを飲んだり。僕はレモンのガニータにリモンチェードを入れました。おお、でポジターノっていう町からまたアマルフィまで行くんですが、やっぱりイタリアでもトップクラスの観光地値段含めても高い観光地ですね。あのシレヌーセっていう、まあ1泊50万ぐらいする本当に有名なホテルがあったり、あとはまあ織田裕二さんの、ね、映画でも有名になった町ではあるんですが、あの本当に海岸線含めてもう絵はがきのような街ですね。チェードロってこれカリン？チェードロじゃないですよ。はい、チェードロっていうフルーツ。カリン？え、よくあのエキュールでもありますよね。で、なんかあのバンペイユとかなんかそういう感じのでっかい感じの香り。ジェルシーだって、すごい不思議な味する。スイカと、なんだろうこれ、虫みたいな。なあ、惨劇だよ、まさか、ここが人物。なにこれ。ジェルシーって言うみたいな。なんすかこれ、虫みたい。うん、なんていうか、スイカと、なんだこれは、なにこれ、すごい嫌いな味嫌いな味。キウイフルーツに似てます、どっちかっていうと味。実はこのクワの実がこの1週間後に行くシチリアでも僕食べていて、あのボレロでも、あとはジロラムルストでもこのクワの実がなっていて、お食べろ食べろって言われたんですけど、もうそういうのはアマルフィで痛い目見たんで食べなかったんですが、なんかこの時期南イタリアではこのクワの実ジェルシーは割とポピュラーみたいで、ちゃんと完熟したものから白いものまで皆さん食べられてるみたいですね。味はこうキウイとスイカのアイノコみたいな感じで、まあ決して美味しくはないっていうか、僕スイカが嫌いなんで食べれないんですけどっていう味でした。はい、で軽くあの小松さんとアペリティーボしながら
アマルフィのとあるレストランに行ってみんなで昼食ですかね。でここでこうまあワインを飲んで、なんか割と熱々のご飯を食べた、あのパスタを食べたり、割と週が決まった魚を食べたり、なんか最後のいちごの使ったドルチェもあなんか割と美味しいなとか、なんかこう美味しかったですよ。なんか全体的にワインもすごく美味しくて、ロズワインも日本では引いてなかったんですが、割と日本では有名な作り手のロズで、これはもうぜひレガールで引っ張って売ろうっていう風に小松さんと話をしてます。でその後ガイドさんと一緒にフェリーでマイノーリっていう町に船で向かいます。スイカとキウイとキュウリの間にあります。これじゃ、これも、これじゃあれだけやるんですよ。まあ、そう、大丈夫です。いや、別に大丈夫、僕はアレルギーは大丈夫なんですけど、食べたことないから、ジェルフィすごい美味しいわけでもない。これで4ユーロなんで、はい、割となんか旬と高級フルーツ感ではあるんですけど、美味しいって言えるんだけど、甘すぎないし、酸っぱいし、そう、美味しいんだけど、一瞬だよ、飛び出してくれる。なんか牛かなって思うぐらいのことだ。まあ食べれないこともないから。なんとも言えないです。なんとも言えない。バスが停留しちゃいけないっていうルールで、バスでぐるぐる回ることはできないです。一度降りたら戻れない、一方通行なんですね。なので僕らがランチしてる間にバスはマイノーロまで行ってる。で僕らは最後フェリーでマイノーロまでこう追いつくみたいな感じ でマイノーロからまだみんなで集合、バスと集合して、でついにガルファロの工場へ向かいます。はい、まあ関空から始まりドバイ経由、ローマで週、ローマからまたナポリまでバスと、結構まあ駆け足な、いつもはしない旅ではあったんですが、なんか割とこうもう初めて会った人であっても向こうはみんな僕の動画を何百回何千回見ている生徒なので、割とこうグルーヴ感もあり、こんな初めて会った人が14、15人揃って翌朝2日酔いになるまで飲むっていうのはなかなかないんじゃないかと思っている1日目でした。はい、もうワインの質は置いといて、なかなか仲良く飲めた1日目だったなっていう感じがしますが、はい、今日なんですけど、今日は6月24日なんですけど、上のカンティナレガードで仙石さんっていうインポーターの、仙石でいいか、バラビーノっていうシチリアの作り手の、生産者を囲む、まあ、イベントみたいなのがあります。バラビーノはシチリアと南部ノートっていう町の、まあ、バルディノート、ノートのワインなんですけど、もう結構僕昔から好きで、僕もノート行ったことあって、すごくいい街なんですよ。すごく有名な、観通りの有名なカフェとかあって、街的にもすごいいいです。近くにシラクーザって街があるんですけど、で、その仙石さんのワインでワインセットを組みます。1万8000円ですかね。昔は仙石さんのマルビーノのワインを少しは3ケースぐらい取って、寝かせて売ったりとかしてたんですけど、ちゃんとポテンシャルのある自然派ってあんま言いたくないですけど、嘘くさくないワインです。で、マラビーノ自体は泡作ってないので、今回のワインセットには仙石さんのロゼのプロセッコが入ってます。これ、ね、初めてなんですよ、飲むの。あ、綺麗なロゼ。美味しい、美味しいじゃないですか。美味しいですよ、美味しい。
美味しい、めっちゃ美味しいですね。あれ何でしたっけ、ペリコーネ違うわ、グレラとマルツェミーノだし、はい、だってね、プロセッコっていうと白ワイン酒太になっちゃうもんね。マルツェミーノ、美味しい。とマレビーノの白赤ですね。とエウレカ、エウレカも美味しいですけどね、このミスカテッタも美味しいですね。うん、美味しい、ミスカテッタめっちゃアロマ美味しい。わ、すげえ、なんかもうなんかすでにグラス3杯分ぐらい飲んでるんじゃないかって景色。とマレビーノのロッソリコントラーダ、コントラーダってね、皆さんあのちょっとエトナワインとかをかじってる人に言わせると、まあコントラーダはエトナ近辺のクジとか区画とかそういう意味なんですけど、ワラビーのレザーブラがね、それナチュラルで美味しいんですよ。それも決して高くない、それも寝かせるとなお美味しいっていう、ね、うん、美味しい。ちょっとなんかネルダーバラですけど、酸がベトナっぽいですね、うん、ちょっと酸も綺麗だし綺麗。というわけで今回はスタンダードのセットですね。泡2本、白2本、赤2本、マラビーノと、あとはロゼのスパンテの6本セットです。1万8000円、安っ、安いなぁ。今3000円ちょっとでこんな超えて高いワインがあるなんて。ぜひカモナスのカポナータとか、タコのサラダとか、あとはトウモロコシのアリオとか、あとはフェデリーニの冷製トラパネーゼとか、多分サクランボあるかな、しかしなのかでも割とシチリア通り紹介してるので、ベッカフィーコでもいいし、シチリア料理は開けるなセットです。お願いします。安いな、1万8000円なんだ。あと数百人で登録者数が20万人いくんですが、一応それを機に割といろんな人からやらないんですかって言われていた YouTube のメンバーズシステム、メンバーシップを始めます。で、まあもともとこの動画をやるきっかけが、まあ、自分自身料理教室をやっていたり、もしくはまあ専門学校の料理学校の先生やりたいなと思ってたことがきっかけだったんですが、まあその中でももっと深掘りじゃないですけど、例えばレストランの経営に関する話とか、もしくはもっと突っ込んだ一つの料理に関しての構成の仕方の話とか、あとはもう気持ち突っ込んだ、まあ、僕に関する構成要素の話とか、あとはプロだけ、またはもっとこうメンバーシップに入った人だけができる質問を受け付けたりとか、あとは月に週に1本未満、まあ、月に3本ほど何らかの形でメンバーシップの方しか見れない動画だったり音声だったり、もしくはライブだったりっていう配信、もしくは文字による配信とかを主とした活動を少し広げていこうかなと思ってます。まあ月に2380円かかるとは思うんですが、まあ自分はこのレストランを本職にしながら、このメンバーシップに対にもう気持ちいい時間と心を割いて仕事をしていこうかなって思ってます。まあもちろんそれに入る入らないがコアなファンかコアなファンじゃないかっていう話ではないんですが、そこに今までこう料理教室というか自分は先生って呼ばれたり、自分の登録者数を生徒って呼んだりしてたんですけど、もう気持ち超えたところで違う先生として、もしくは生徒としてのなんかこう関係が築けたらなと思ってるので、よろしくお願いします。